換しないとダメなのかな。結構貼ってあるよ。いや、パンパンに貼ったもん。ベルトが細いもん。フーディーがダメ。結局こういうやつらがダメってことでしょ。ウォーターポンプフーディーとクランクフーディー2つ。振動を吸収するクランクフーディー、単なる純正の機械パーツではなく積極的に振動を吸収するよう設計されてる。確かに俺の匂いかも。ダメ。振動が減るかもしれないね。ご苦労様です。これが何だっけ、振動を吸収するの。でも工場長これおすすめなの。おすすめ。え、違うの。すごい、だから何がいい。 NED しかないよ。いいよいいよ。これなんでこんな手残念。ストロボロみたいなね。違うでしょ。インデクションは関係ないけど、ほう、キャブとか点火時期をベースか27度。それをこれで分かるの。タイミングマークは0から16度くらいみたいな、うん、あるんだけど、まあ、25度とか30度とか、うん、それでその枠を超えたらこの辺じゃねえのみたいな。あ、それでいいの。そしてさ、これの効果は何。いや、英語だもん。あ、書いてある。ハーモニックバランサー。振動を吸収するんだから、なんだろう、これのこと。その工場長がダイナミックバランサーっていう。そうだ、それそれ。タイミングマークをあくまでも調整を目安としてお伝えください。エンジンが赤だから。あー、合わせて合わせたって言ってた。グロいな。グロいな。シルバーで良かったんじゃないかっていう説明。でも見えないじゃん。俺の何がすごいんだろう。全然俺には分からない。何がこれにすごいんだろう。振動吸収って言ってたよ、前の動画で。うん、なんでなんだろう。何が違うのかな、さっぱり分かんない。どれぐらいかかるの。それはもう工場長次第でしょ。来年はやめてよ。今年中に。今年中もやめてよ。だからもうちょっと早くして。冬やめてよ。だって言うね。1週間はどうする。あれ、オリンピック開催したら19が平日になりますって書いてあるんです。で、22、23が休みになるよ。オリンピックがあったので、うん、行くって言うので休みになる。そうだよ、行っちゃったの。行かねえよ。あ、知ってたの、ちゃんと予約取ろうと思ったら、昨日得意でやってきたの。でも来週、今週で切れちゃう人に明日出さなくちゃいけないし、うん、もう1台もさ、切れちゃう。そのために借金を一生懸命やるやつ。こんなのやってる場合じゃない。これやってよ。でさ、やってほしいんですけど。スーパー連れてってもらったら。連れてってもらったこの間。本当。なんで買っていいよ。へえ。でもありからも買えなかった。ジュース安いじゃん。セールで。うん。買っていいよ。今何人ぐらいお客さんになってるの。結構いるよ。あ、そう。3台ぐらい通なってるの見たことあるんだよね。ワイナンバーのみ。へぇー。奥様にツーリング行ったせてみんな。へぇー。そう。なんで見に行くの。東京に来てね。ブームがあるみたいな。ね、みんないい車乗ってんだよ。うん。みんなね、1台2台じゃないよ。うん。いっぱい持ってるよ。うん。見に限らず。あ、そう。そもそも、外に出るの遊びたいからだけど、中だと遊ぶとこあるし、うん、ね、全部揃うもんね、何でもかんでも。なんかじゃ飛ばしてんね、みんな。飛ばさなくない。いや、そこ本当飛ばさないよ。マジ。うち警察もいるけど。いるよね、ポリスがあるんだけど、うん、あのポリスがさ、福生駅の方もちゃんと巡回してんだけど、日本のナンバーついてないもん。市外保険なのね。ナンバーついてないもん。アメリカのナンバーついたし。見回ってんだね、あれね。あそこはさ、でも今、あれなんだよね、輸送基地なんでしょ、本当に。でも今、一番最前線の危ない訓練をやるのはフッサだったんですけど、最近パラシュートやってるよ。こんなの今、フッサやってんの。いや、真面目にどうぐらい。お、嬉しい。お願いします。どんどんやらないとさ、もっとやって。もうやりたいけど、これは間違いないね、似てるから。間違いないでしょ。あ、そうです。
すごい。マジか。もらえるんだ。ありがとうございました。じゃあよろしくお願いします。気をつけてね。かわいい車で。安全運転だね、工場長は。そう、工場長安全運転。お疲れ。こんばんは。あざす。ありがとうございます。え？あ、切れてんじゃん。走れないよ。あ、本当だ。ありがとうございました。優しいね。リックバランスの効果が出てるのかね。ゼロにはやっぱなんだけどね、ミニだから。もうもうアイドリング全然振動なくなっちゃってるけど、すごくない？振動はなくなってないんだ。だってさ、もっとさ、ハンドルビリビリ言ったもん、前。すごい音だよね。ここにゴムかましてんだよ。ああ。これね、消音させて。消音。でも確かに減ってはいるよね。全然言わなくなった。まあ、キーキーも言わなくなったね。キュル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 。ちぎれてる。そもそも1個はゴムがついてて、うんうん、じゃないぞ。え？ここがくっついてなくてもここから取れてたんじゃないの？これも亀裂もあるもんね。ほら。あ、本当だ、ね。前回ね、強化タイプっていうちょっと固めなのにですかね。ラジエーターを外して、うん、エンジンマウントを外して、うん、インパクトでプーリー外して、うん、でマウントがちぎれちゃってたってなって、うん、で新しいプーリーをつけて。でうんはいはい、ラジエーターつけて、うん、クーラーと入れて完成だって。オッケー。あのスイッチは交換してません。だからあれだよね、エアコン入れるより何よりファンはずっと常に回せるもんね。とりあえずでやってもらった。このウィーンと音は聞こえてんのかな。あ、R1Z だ。つまり綺麗だな。次は何かやるの？タコ足入れたいな。